はい皆さん、こんにちは。本日はね、えー、VPN の体験レポートについてやっていきたいと思います。<music> はいということでね早速やっていきますけれどもまず VPN って何だっていうことなんですがこちらはバーチャルプライベートネットワークの略と言われています。 まあ言ってみればですねオープンなインターネット上で仮想的に自分だけのクローズドなネットワークを作る感じで理解をしていただければと思いますちょっとね分かりづらいので例え話をしますと、えー、少々ねちょっと説明違うかもしれませんがまあ、みんなが使える公園があったとして、まあ、そちらにね、えー、シートを引いてまあ、昼食を食べている としたら、まあ当然ねみんなから見えてしまいますよね。でもそこにまあテントを張って、えー、その中で、えー、昼食を食べたとしたら、まあ周りから見えないですよね。まあそんな感じで捉えていただければと思います。まあまたねこんな変な例え話するとねコメントでね違うだろうって怒られそうですが、まあまあ私はそんなイメージで捉えています。 で次にね、VPN ってじゃあ何がいいのっていうことになるんですが、まあ、人それぞれ使い方はあるんですが、私の場合には2つですね、まあ、こちらがいいかなと思って使おうと思ってます。1つはね、自分のネット上での行動を、まあ、隠すことができるってことですね、まあ、プライバシーをちゃんと保ちたいっていうことが1点目、そして2点目はフリー Wi-Fi で接続する際の安全性が高まる。 っていうことですねこちらちょっと順次ね説明していきたいと思います <noise> まず1点目のネット上でプライバシーを守ることができるっていう点なんですがまずねネット上ってねさまざまなログが取られていると言われているんですよね例えばインターネットに接続するとインターネットのプロバイダーさんから IP アドレスという番号がもらえますでこれがね えー、パソコンであったりスマホに、えー、紐付けされるんですよね、まあ、今回はグローバル IP とプライベート IP っていうものについてはね詳細はやりませんけれども、まあ、単純にね IP アドレスということで説明をさせていただきます、えー、この IP アドレスはインターネットサービスプロバイダーから接続する際にユーザーに与えられるんですけれども、まあ、いつ 誰にどの IP アドレスを与えたかっていうのをプロバイダーさんが記録していると言われています。そして当然ユーザー情報とこの IP アドレスを照合すると個人の誰々さんが何時につないだっていうことが特定できるようになっているんですね。プロバイダーさんは一定期間さまざまな理由からこういったアクセスログというか えー、ログをですね記録していると言われていますまたねサイトを運営しているコンテンツプロバイダーであったりインターネット上のサービスを行っている、えー、コンテンツプロバイダーさんもこういったね、えー、アクセスログね自分のサイトにアクセスしてきた IP アドレスっていうのを記録していると言われています、まあ、この IP アドレスがね、えー、付与されたままの IP アドレスですと、まあ、自分の、ね、ネット上での行動っていうのが、えー、後で、ね、解析されたり追跡されるっていうことが、えー、可能になっちゃうんですよね。なので、まあ、今回は、えー、プライベートを保つためにも、ちょっと一回それを、ねえー、VPN で、えーまあ、隠していくということも、えー、私はやってみたいなと思っております。まあ、つまりね、えー、ログを記録しない えー、VPN 接続をすることでネット上でのプライバシーがね保たれるっていうことになります、えー、次にね、えー、フリー w i フ f i での安全性が高まるって言われている点ですね、えー、フリー w i フ f i はまあ無料で使えるとってもいいサービスでしょですよねまあフリーということでまあ無料で使えますしね速度もそこそこ出る場合がありますしかしね危険性もあるということが言われています まずはね、運用者のセキュリティポリシーっていうのが、まあ、なかなか不明確な場合が多い。というか、まあ、書いてあってもね、そこまで読まないっていう場合がありますよね。で、そういったところはアクセスログをまあ記録しているかもしれないですよね。よくね、フリー Wi-Fi にアクセスするときにメールアドレス入れてくださいっていうのもありますよね。おそらくあれとメールアドレスと IP アドレス,アドレスはまあ紐付けを されて記録されてていいんじゃないかなかと推測していま,すまあこういったね便利なサービスなんですけれども、えー、暗号化されていない Wi-Fi につなぐと、まあ、通信記録というかね自分の打った、えー、文章とか ID とかパスワードとかね、えー、ダダ漏れになっちゃう可能性がありますよということがよくネット上で言われていますただね今回 VPN を使うとまずね自分の,その iPad とか にアプ,ロアプリを入れて、そのアプリがね1回暗号化してから、えー、VPN サーバーにつなげてくれるので、まあ、フリー Wi-Fi で接続してもねそこが暗号化されてるんですよね。まあそういった意味から VPN 接続は安全性が高いということが言われています。よってね、まあ、フリー Wi-Fi などの まあ仮に暗号化されていない Wi-Fi なんかでも VPN を使うと、そのまま使うよりはね、安全性は格段に高まるって言われています。モバイルのね、ルーターも私持ってるんですけれども、月額料金って4千0 0数百円取られるんですよね。まあ、こちら解約してね、フリー Wi-Fi プラス VPN っていうのもいいかなと思って、今回試してみます。 そのほかね、今回長くなるので触れませんけれども、DNS からのアクセスログの漏えいであったり、まあ、高速通信をするね、ピアツーピアの、えー、WebRTC などの、ねえー、漏えいであったり、まあ、そういったものもついてるといいかなと思っております。はい、ということで、VPN サービス結構ね、いろいろあるんですけれども、まずはね、私が 自分で使うのに重視した点について触れさせていただきます。まず1点目がね、自分の持っているデバイスで使えるかってことですね。まあ私の場合にはデスクトップパソコンの Windows 11、そしてノートパソコン、そして iOS の iPad、iPhone。まあこれで使えないとちょっと意味がないので、これに対応しているかどうか。 そしてあとはプライバシーの担保ですね。まあこれが目的ですので、基本的にログを取らないノンログポリシーである VPN サービスに入ろうと思っております。そしてあとは安全性ということで暗号化が、ね、きちんとされているかっていうことですね。まあこちらはいろんな暗号があるようで、ちょっと私詳しくないので、まあ、ネット見ながらね、良さそうなものを選んでいます。 そして、えー、情報の漏えい対策ですね。こちらは詳しくやりませんけれども、DNS の漏えいであったり、WebRTC の漏えいであったり、まあトラッキングとかね、マルウェア、まあ、こんなもねブロックしてくれるサービスがあるといいなと思っております。あとね、ネットの遮断ですね。まあ、こちらもね、VPN が予期しない状態で、まあ通信が切れちゃった場合、えー、VPN 接続していると思って、 VPN 接続してないと、まあ、情報ダダ漏れになっちゃうので一応 VPN が切れたらネットワークを遮断してくれる、まあ、こんなサービスもついてるといいなと思っておりますそして速度ですね、まあ、こちらは一般的に VPN を経由すると遅くなるって言われてますが、まあ、なるだけ、ね、速度が落ちないサービスを選んでいきたいと思いますそして最後に価格ですね、まあ、こちらはね まあ安かろう、洗うかろうではしょうがないので、まあ、きちんとしたサービスであれば、まあ、それなりの、ね、料金は仕方ないかなと思っております先ほども言った通りモバイルの、ね、ルーターってだいたい4700円ぐらいかかってたんですよね、まあ、こちらが、ね、フリー w i f i プラスえ VPN になるんであれば、まあ、まあ月々、ね、1700円の出費は、ね、モバイル,ルーターよりは安いんじゃないかなと思っております ここまでをねまとめるとまずはプライバシーがきちんと保たれて安全性が担保されてそして速度料金まあ、こんな順でね選んだ結果私が選んだのはエクスプレス VPN っていうことになりましたじゃあねエクスプレス VPN ねこれまあもちろん自腹で買ってるんですけれどもこちらの特色をね説明させていただきます まずはね、プライバーシーが保たれるかっていうことで、まあ、ノンログポリシーですね、まあ、ログを取ってないっていうことがちゃんと、ねえー、ウェブ上にね、えー、明記されていましたので、まあ、こちらを使いたいと思っております、まあ。安全性についてはね、詳しくないんですけれども、えー、AES256 ビットって書いてありましたね。 あと、情報漏洩についても、基本的な DNS 漏洩であったり、ウェブの RTC 漏洩とか、あとネットワークの、ね、遮断も行ってくれるので、えー、いいなと思っております。あと、速度ね。こちらね、いろんなまとめサイト見てみたんですけれども、まあ、大抵速度ではね、エクスプレス VPN っていうのが入ってるんですよね。なので、まあまあ、あのー、こちらいいかなと思っております。で料金の方は、2023年の1月29日、 に今これ動画撮ってるんですけれども、まあ、大体料金的には1年間の契約で8.32ドルっていうことなので、まあ千数百円ということですかね。まあまあ、そんなに高くないのかなという気はします。はいはい。ということでね、ここから。 ちょっと速度のチェックしていきたいと思いますとりあえず未接続の場合と接続した場合でどれくらい違うのかっていうのを見てみたいと思いますはいこんな感じですねとりあえず VPN につながない場合には720メガぐらいですね出てますねそして、えー、接続すると390ということなのでやっぱりちょっと若干落ちますねはい ということで、今回は VPN について、えー、ちょっとやってみました、えー。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画がね、良かったという方はチャンネル登録、もしくはグッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。また、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。